はい、こんにちは、しげちゃんです。今日ね、ちょっと午前中暇なので、ちょっと根元もね、だいぶ黒くなってきちゃったんで、そうですね、ちょっと、夏も終わりですけど、ど金髪にね、またちょっと久々にやっていきたいと思います。はい、これでまたね、ちょっといかついね、ちょい悪おやじになるかもしれませんけども、じゃあちょっと、やってみます。全部セルフでね、やってみます。これでもうちょっと半年ぐらいね、金髪、伸びきっちゃって、もうほとんど毛先の方しかなくなっちゃったんで、ガラッとこれ根元からビシッと金髪にして、ね、ちょっとプラドに似合う、ちょい悪おやじになってみたいと思います。じゃあ準備できましたんで、ちょっとね、塗っていきたいと思います。よいしょ。
どうでしょうか。出来上がりました。ちょっとカメラの動画の写りだとちょっと黄色っぽいんですけど、アッシュ系を入れたんで、ちょっとくすんでは見えます。実際は。なんとかうまくいったかなと思います。はい。じゃあ、これでスタイリングつけて、終わりたいと思います。ヒゲもね、ちょっと綺麗にしました。はい。スタイリング剤はね、定番の、4番、ハードワックスですね。これ、ミルボンかな。まあ、使いやすいですね、これね。帽子も好きなんで、まあ、帽子かぶる時もあるんですけど、最近はね、ちょっと帽子かぶらないで、ね、ちょっとワックス仕上げでやってます。じゃあ。はい、スタイリング終わりました。どうでしょう。これでちょっとね、ちょい悪おやじになれたんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとちょい悪おやじってだいぶ古い言葉になっちゃったんですけど、自分の中ではね、ちょっとテーマはちょい悪おやじ。これでね、ちょっとプラドから降りてきたら、ちょっと結構すかしてるおやじが出てきたんじゃないかなと思われるんじゃないかなと思います。何のためにやってるかよくわからないんですけど、まあちょっと B 級イケメン目指して頑張っていきます。なんかコメントでね、イケメンですね、いい色に染まったかなと思います。これでね、根元がね、もうちょっと2、3センチ伸びてくると、ちょっと根元が黒い方がね、僕的には好きなんですけど、で、根元はね、しっかりこう、ちょっとなるべく染まらないようにしたんですけど、ね、まあ、こんな感じで。ただ今日ちょっとね、予約がちょっと1人なんで、ちょっと1日きついですね。土日のね、昨日、一昨日土日だったんですけど、その予約はね、結構売り上げも多くて良かったんですけど、今日ガクです。一日一人しかで、今もう当日予約なんていうのがほとんどいないんで、今日も。大丈夫です。金髪にしたんですけど。本当だ。やった。いい感じ。どんな感じ。ごめんね。あ、すごい。ああ、よかった。いいな。じゃあ、私ね、ユニクロやめた。だいぶ明るいですよ。
ね、共同ってさ、一番あそこでできてる。あ、そうですね。もうでも反対側はだいぶね。あ、ありがとうございます。これ広がらないよね。あ、大丈夫と思いますよ。はい、じゃあ、ご予約一人の人終わっちゃいました。どうしようこれから。まあちょっと奇跡の当日予約をね、ちょっと期待して、まああのお客さんいなくなってもきちっとね、営業時間まで9時まではね、あのお店にいなきゃいけないので、ちょっと期待して、いきます。ありがとうございました。しげちゃんでした。さよなら。まあこんな日もありますよね。